そうちゃんです。今日はですね、組み立ての説明動画が最近たくさん荒れてると思うんですけど、テクニックパーツを使ってどれぐらい高いタワーを作れるかっていう5分間チャレンジやってみたいと思います。一番上にインテリジェントブロック、ちゃんとバッテリー入ってるやつを、ちゃんと乗せて、手を離して10秒止まったら OK っていうゲームをしてみたいと思います。で、最終的にこのインテリジェントブロックの高さが、どこまで、高くできたかっていうのを測っていけたらなと思い、どういう風にして安定性を出してるかとかをちょっと話していけたらなと思います。ではやってみましょう。はい、ごめんなさい、さっき5分って言ったんですけど、ちょっと5分短いかもと思ったので10分にセットしてみました。10分でタワーチャレンジやってみたいと思います。10分用意スタート。よいしょ。カメラの三脚みたいなやつをちょっと作ってみたいなと思うので、そのイメージで、低いやつを作って、低いやつ安定したら、足をどんどん伸ばしていくような流れでいきたいなと思います。よし、こんなイメージでちょっと三角形できました。やばい、3分以上経ってる、時間がない。一旦 EVC ちょっと下ろします。足つけます。よいしょ、こんなイメージ。ちょっとここ間弱いので間も繋いでいきます。あと1分半、一旦 EVC 乗せてみます。お、どう、一旦いいっすね。あと1分、よし、できるところまで足伸ばしてみます。5、4、3、2、1。どうすか、結構高くない？そうかもしれないですけど、最後ここだけ向きちょっと変えちゃおう。どうだ、いいですね。10秒ぐらい手離してもこれでいいんじゃないでしょうか。そしたらちょっとどこを意識して作ったか説明していきたいと思います。見てみました。で、三脚みたいにして、立てると、さっきも見れて分かったと思うんですけど、ぐにゅーって、あ、ちょっと分かりましたね。こことか、そうパーツがこうしなるというか歪むというか曲がってますよね。で、曲がらないように間にこことかこことかこことかパーツを支える仕組みをつけていたりします。で、もっと細かいところを見ると、ここのとこだね、黒の1個2個、2個ついてますよね。こっちも1個2個、こっちも1個2個、これ全部2点止め、必ずパーツ穴ぼこ2個で止めてます。なんでかっていうと、パーツ穴1個で止めるとグラグラしちゃうんですよ。
なのでちゃんと2箇所で止めてこんな風に固定してます。で、2個で止めても力を加えるとちょっとこう歪むというかたわむというか曲がっちゃうので、その分は他のこれさっき言ったトラス機構っていうあのスカイツリーの三角形みたいな、三角形をここも三角形ここも三角形ここも三角形みたいな風にしたりとか、横から見てもここが三角形とかそういう風にして三角形をたくさん作って壊れにくいような形にしてみました。最近の組み立てのコツに、関係してくるんですけど、僕が普段意識している組み立てのポイント、1個目は必ず2点止め。これは固定する、丈夫に作るのにすごく大切です。2点止めで、もう1個は、2点止めでも、歪みやすかったり、すごい強いパワーをかける負荷をかける場合はトラス機構、三角形をロボットの仕組みの機構の中に必ず入れることは結構やってます。意外と、こんなにみんなパーツ持ってないかもしれないんですけど、割り箸とかでもこれできたりするので、高いかつ丈夫で、転びにくい仕組みどうやったら作れるかなって面白いので、みんなもこれぜひやってみてください。じゃあ今日はこれで終わりにします。またね、バイバイ。